はようございます。カンピンタンです。ここは高知県浦の内、浦の内湾に来ています。千夜さんは釣りいかだ深浦さん、ゴールデンウィークの遠征でございます。これ漁港がやってんの？んと思うよ。すごいよな。すんごいいかだ、でっけえよこれ。でしかもあのパラソルいらんのなこれな。あ、何があって、でも雨どいまでついてんねん。コーヒーがついてんねん。びっくりしたこれ。コーヒーもついてるけどもう、ね、ほらコーヒー置いてあるね、うんうん、でしかも椅子と、まあ、桶、椅子、桶でちょっと、まあ、荷物今ぐしゃぐしゃっとなってますけど、はい、これちょっと行ってくわ。はい、これは何やろ、ゴミ入れるんかな。あ、かもしれん、ゴミ入れかな。そう、ここにでもタモ、イタリス、オッケー、スカリ、うん、でっかい団子のオケ、イタリリツクスリですね。ツクスリ、あのトイレも噛んだのそこは突っ込まないで、ね、トイレもなんか男用と女用と分かれてる。そう、何が違うの。男用、男用、普通やん、うん、普通です。はい、すごいな、あの快適な広々としたトイレ、うん、トイレで、うん、女子用、あ、式、あ、じゃあ洋式、洋式や、女子は、うん、なんで男子、その違う、しかも匂い付き、匂い付き、男子なかったもんな、匂いな、あの臭い匂いじゃなくて、あれ何が立っとんの。あ、あれなんか、お、あの電気のパッカ、あ、なんかの人形が祭られたんかと思ったバカ、はい、とりあえずね、ちょっとね、浮いとるっちゅうのがおったんすよ。そう、朝とったけど、うん、めっちゃでかいのもようけおるんさな、この下に。あんた先行かんと。え、今つまんでしまったら、もう上で釣れやんのか、うん、あ、あら、え、見えよ、え、あ、見えんおらんよ。ボイのすぐ下よ。いや、もうそっち側から見ても同じように見える。あ、おった。はい、4時半。あ、やばい。とりあえず4時半で。うん、わかりました。おる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 、まあ、あの時々見えたら分かるからね、いっぱい出てくるから。とりあえずそれをね、狙っていきましょう、はい、朝一から頑張りましょう、うんうん、レッツゴーレッツゴーレッツゴーちょっと荷物をさ、とりあえず真ん中寄せよ、荷物を。広いです、すごい広いな。カセは団子禁止らしくて、うん、あの落とし込みの一本勝負らしい。ネリエって言うとったな、ネリエとオキアミ、で、で後ろになんか養殖小アリがついとって、その前にカセがついてるっていう感じです、はい、そこも行きたかったんだよな俺。そう、そこ行きたかったんですけど、団子禁止っていうのを聞いてなかったので、団子持ってきちゃった。そう、持ってきて、じゃあここでって言われて乗せてもらいました、はい、すごい穏やかな海やなここな、うん、なんかちょっとやらせたら、その稼いで行っていいか聞くか、団子を歌うのがいいか。歌うとな、うん、それも、まあ、釣れる、ボツは回避したい。釣れるんじゃないかな、一匹ぐらい。なんか釣れそうな。俺は一番下にある赤目っていうの赤目が今日はターゲットに入ってます。サオもね、サオも一応持ってきました。サオ持ってきてね、はい、うん、ということで
まあ、上げれるかどうかは分からない。とりあえずちょっと一匹血のを釣ってから、うん、チャレンジしてください。そう、餌がこれまた難儀なことに血のか、で他のもん釣れたらいいけど。最悪血ぬ。最悪血ぬで餌は、うん、みんな血ぬやっていうもんな餌らしい、うん、らしいですね。びっくりやわ、40センチぐらいの血ぬを食うらしい。でもなんか何漁港、漁港っていうか、まあ、車止めた場所のところにもスズキがおったしね。なでっかいの、うん、でっかいのおった。でこの下にはチヌワンサカおるし、うん、なんかすごい餌やわな言ったら、うん、あいつらの。でもチヌがふわーって浮いとるってことはまだおらんってことやろな。どうなんやろじゃないの。上げてくるときにふわーっと来るって言うとったやん。あまあまあまあとりあえず、まあ、日本三大怪魚、珍魚じゃなくて怪魚、珍魚は前だね日本三大怪魚、うん、狙えたらいいけど、うん、まあメインはチヌで、うんうん、あわよくば赤目、うんうん、な感じで。了解っす。はい、早いとこあの下におるやつ狙おう。狙おうか、はい、それを先狙おう、はい、じゃあはい準備こいしまずはしんちゃんから落とし込みを開始します。終わったで。はい、これ持って向こう行ってください。なんかすごい久しぶりのチヌで。な、うん、長いよ。長いな。測る？やろう。やりました。おめでとうございます。初チヌ。初チヌ、おめでとうございます。スペアのロット。まあまあなんとか一枚、なんとか一枚。なんなんやろ、ズルして1枚、ズルして1枚すいません今からね、でも湧いとんで下に、うんうんうん、ちょっと交代選手、選手交代マジで来るあんた、はい、まあまあとりあえずちょっとスカリをね用意したいと思います。はい、慎重に、ちょっと待ってくれとけば、そのさちょっと覗いたらちょっと軽くロープあるやろ、うん、そこに下におんねん要件でロープの際をスーッと行くと来る。ロープの際やって、前はあかん、前は服際行って、そこ、あ、もっと手前、手前イカだ、ギリギリ、そこへ落としたって、ロープ引っかかっとる。あ、顔出したあかん、もう出しすぎ、糸。見えた餌、若干右へ流れとる。うん、チヌを釣ったので警戒してしまったチヌがイカダの下から出てこなくなりました。また少し時間を置いてチャレンジしてみるそうですよ。
はい、本日のエーサーです。オキアミに、冷凍ボケ、あのこのオキアミなんていうんやった、ウタセエビか、うん、の冷凍、あと練りエサですね。こんな感じでやっていこう思います。落とし込みをしていても魚っ気がなく、団子の用意をしたりで、しんちゃんがチヌを釣ってから1時間ぐらい時間が経過したので、また落とし込みをしてみました。ですがイカダの下からはチヌが出てこず、イカダとイカダの間にボケを落とすと食いに来るんですがね、なかなか難しそうです。落とし込みは諦めて団子釣り開始です。しんちゃんは寝てなかったので寝ちゃいました。しんちゃんが寝てる間にしっかり魚を寄せちゃおう作戦です。潮はさっちゃんから見て左に流れています。寄ってきた魚はなんと、サバ。サバではちょっと。頑張れ、さっちゃん。濃いめの団子で魚を寄せて、しんちゃんが寝ている間にチヌを釣ろう作戦でしたが、団子あたりが出だしたら、しんちゃんが起きてしまいました。3キロぐらい出したとこ、団子が割れてちょこっと糸出すやん。でなんか糸漬けが取れたぐらいに餌取りが当たってくる感じやった。でさっきは団子あたりがあって重りがドンってなるやん。0.5 な。いや、浮かせると切ってけえへんやて、はわせることは私優先で。眩しい。さあ、情報を聞いたしんちゃん、チヌは釣れるんでしょうか。しんちゃんも団子釣り開始です。
はい、しんちゃん復活。はい、復活。あれ、右へ流れ出した？なあ、嘘つき。止まることなく右へ流れ出した。なんか寄せてさ、起きたら釣るってなんかいつもあのなんかやられとる気分がわかった、わかった、うん、なんかすごいムカつくな、うん、いつもこういう感じなんやな。そう、なんでってなるよな、うん、あ、出てしもた、ごめん。おもりはなし？ああ、はい、はい、帰ってください。47ぐらいかな。シュン、やっぱ下入ってくんやな、はい、お疲れ、はい、お疲れ様でした。